高島は梅雨にの季節に入っておりますが、この地域は猛暑の中一気一気の恵みの雨ももたらされて、初夏の勢いが強く感じられるこの頃でございます。本日は私どもが常より師と仰ぎ、地域づくりのリーダーとしてお導きいただいている山本直也先生が、例年にわたる学校保健活動に尽力された功績も高く評価され、瑞宝総合賞を受けになられます。お祝いの会でございます。勲章は当然のことであり、喜ばしい会議であります。東舞鶴中学校卒業後、京都学専大阪歯科大学をご卒業されました。京大口腔外科に入局、その後は各地の大学系列病院に勤務され、昭和37年に歯科医院を開業されたところであります。このような栄誉ある直也先生の喜びはもとよでありますけれども、日頃から先生とゆかりの深い私たちとりましても、この上もない喜びでございます。まずは山本直也先生に受賞の心からお喜びとお祝いを申し上げさせていただきます。おめでとうございます。当時高島郡内はもとより伊賀郡、西朝日町、日の本町までの広範囲の学校を回られていたと。今日は本当にありがとうございました。この野球はね、身に余ることであると私は思っています。私よりも直也先生、あえて直也先生と呼びますが、親しみを感じていますから、直也先生をよくご存知の方も多いに、今日受けたということですが、乾杯。乾杯。ありがとうございました。非常に楽しい雰囲気で、私の友人はじめ亡き家内も本当に皆様方で感謝していると思います。ご受賞おめでとうございます。先生おめでとうございます。先生この度はおめでとうございます。いつまでも元気で、何回もお茶をしましょうね。お元気で。直也先生おめでとうございます。いつまでも憧れの的になり続けてください。お願いします。
おめでとうございます。おめでとうございます。ますますお元気でご活躍くださいませ。春になったらまた海蔵崎の綺麗な桜を見に行きたいです。いつまでもお元気で。